では菅井さんのお天気です。ミツバチ傘を持ってますが、これから雨が降るんですか？はい、この後下り坂で札幌も午後9時ぐらいからは雨となりそうなんです。今日はまず今夜から明日の朝の雨予報を見ていきたいんですが、今夜9時の段階で札幌も雨雲広がりますし、胆振地方や道南は活発な雨雲、東風も強まってきそうです。まずは明日の朝まで動きを見ていきたいと思います。今夜皆さんがお休みの時間帯、雨となりそうですね。そして強く降るところもありそうなんです。ちょっと目が覚めてしまう時もあるかもしれませんね。で、明日の朝、ここに低気圧がありますので、道東では明日の朝強い雨となりそうなんですが、日本海側雨雲一旦抜けまして、薄日も差しそうなんです。そうなんですよね。なので明日の朝、雨は止んでいても傘忘れずに持って行っていただきたいんです。はい、明日の日中の動きも見ていきたいと思います。明日の午前10時、11時、正午、午後に入りまして、午後3時、4時、5時、6時、7時、8時、9時と大雨のピーク、道県は夜と見ています。バケツをひっくり返したような激しい雨となってしまいますので、傘がないと土砂降りになりますし、それどころか大雨に警戒レベルとなりそうなんです。特に多い地域はこちらです。日本海側と日高地方ですね。最大120ミリ、一月分の雨が1日で降りそうですので、土砂災害、浸水などの被害に注意警戒なさってください。そして傘も忘れずにお願いします。まずは札幌ピンポイント予報です。この時間はまだ雨が降っていないんですが、あと 2,3 時間後には雨となりそうです。明日の区ごとの予報を見ていきます。明日は午前中一旦止み間はあるんですが、お昼ぐらいにまた再び雨、夜はザーザー降りの土砂降りとなりそうです。それだけではなくて、最高気温でも15度から17度ぐらいなので肌寒くなりそうです。今の苫小牧の様子です。苫小牧も地面が濡れているかもしれませんね。はい、特に胆振地方、雨量が多くなりそうです。明日の全道の予報です。全道的に雨、特に大雨のピークは夜と見ています。夕方以降は道北で風も強まりそうです。明日の気温です。今日と同じか少し低いところがあります。日差しもなくて雨も降って風も強いので、体感温度さらに下がってしまいそうなんですね。あと厚めの服を着たり、はい、羽織るものがあった方が良さそうですね。そうなんです。日中もね、少し肌寒さ対策お願いします。さて、今日先ほど気象台から1ヶ月予報が出されました。11月1日にかけての予報なんですが、気温がほぼ全道的に高いと予想されているんですね。そして高いと言っても、はい、なかなかわからないと思いますので、平年ちょっと参考にしていただきたいんです。旭川、初霜、だいたい3度以下になるのが10月9日、稚内、旭川の初雪の平年日が10月19日、札幌は28日なんですが、気温が高いので初雪の便り遅れるかもしれませんね。じゃあ、その本格的な冬は少し遅くなりそうですね。はい、はい、その分準備期間は長いと思うんですが、必ず冬やってきますので対策はお願いします。全道の週間予報です。日本海側とオホーツク海側です。土曜日の日中は回復して晴れそうです。ただ土曜日、前日に大雨となりますので、地盤が緩んでいたり川の流れも速くなる恐れがあります。太平洋側と道東を見ていきます。こちらも週末は行楽日和となりまして、特に日曜日穏やかに晴れますので、過ごしやすい陽気となりそうです。来週にかけても天気の大きな崩れはない見込みです。ただ明日は大雨になりますので警戒をお願いします。